えばティアドロップ系のものが多いように感じます。デビュー前から音楽もファッションも一貫している浅井健一さん、その音もファッションもスタイルとしてはロックなのですが、どこか他とは違うものが必ずあります。ファッションに関しては色や柄などで個性を出されています。あと少しで還暦というお年ですが、これからもかっこいいロックを見せて聞かせてもらえることを期待しています。